皆さんこんにちは、クロバーレッスン動画です。今日はラーニングマッシュルームを使ってこのブローチを作ります。ブローチピンの代わりにヘアゴムを取り付けることもできます。ラーニングの基本的な技法を使って作るので、お気に入りの靴下やお洋服にラーニングをする前に練習も兼ねて作ってみるのもおすすめです。使う道具はこちらです。エンブロイダリースレダーはなくても作れますが、ダーニング糸を針に通すときに使うと便利です。ダーニングマッシュルームの商品のセット内容です。材料はこちらです。今回は薄手のウール生地を使います。生地が厚いとくるみボタンのパーツがはまらなくなってしまうので、選ぶときには注意してください。ダーニング糸はカラーバリエーションも揃っていますので、お好みの2色を選んで作ってください。生地の中央に横2センチ、縦 2.5 センチの長方形を描きます。ダーニングマッシュルームの商品には、傘、台座、ハンドルが入っています。今回はテーブルに置いた状態で作業したいので、傘に台座をセットします。生地をかぶせて、先ほど描いた長方形が傘の中央に来るようにしてゴムで固定します。ラーニングマッシュルームの商品には針が3本入っています。針は糸の太さによって使い分けます。今回は藍細毛糸用のクロスステッチ針ナンバー22を使います。3本の中で一番短い針です。縦糸に使う糸を2本用意します。それぞれ約90センチにカットしておきます。針に糸を2本通します。スレダーを使うときはまず針穴にスレダーを通し、糸を2本まとめてスレダーに通してから引きます。今回はこのように2本取りで使います。右上の角から1センチほど離れたところに針を入れ、角から出します。糸端は10センチほど残しておきます。右下の角に針を入れ、左に小さくすくいます。すくう目安は縦糸1本分です。今回はダーニング糸2本取りで使っているので、ダーニング糸2本分程度をすくいます。糸がこのようにまっすぐ縦に渡ります。次は最初に針を出した角の少し左側を小さくすくいます。刺していく間隔は縦糸1本分が目安です。この作業を繰り返し縦糸を張っていきます。左の角まで来たら同じように小さくすくって糸を引きます。横糸の通し方について説明します。クロスステッチ針は細いので、針先ではなく針穴の方を使って通すと
縦糸を割らずに通しやすいです。縦糸の1本目の上、2本目の下、3本目の上と交互にすくっていきます。すくう時に縦糸を割らないように気をつけてください。端まで通したら針先で横糸を整えます。ダーニングマッシュルームを180度回転させます。縦糸のすぐ横を縦方向に小さくすくいます。次の段は先ほどの段と縦糸をすくう上下が逆になるようにすくっていきます。縦糸の端が緩んだ時は糸端を引いてください。ダーニングマッシュルームを180度回転させます。縦糸のすぐ横を縦方向に小さくすくいます。次の段も同じように先ほどの段と縦糸をすくう上下を逆にしてすくっていきます。縦糸をすくうとき、一度に端から端まですくうのが難しいときは途中で糸を引き、また続きからすくっていけば大丈夫です。それでは続きから作っていきます。ダーニングマッシュルームを180度回転させ横糸を通していきます。次の段に横糸を通す前に縦糸の横を小さくすくうのを忘れないよう気をつけます。長方形の半分くらいまで来たら針を縦糸のすぐ横に入れて1センチほど離れたところから出します。糸端は約10センチ残してカットします。約60センチにカットした別の色の糸を2本用意し針に通します。続きから横糸を通していくので1センチほど離れた場所から針を入れ次の段の位置から出します。糸端を約10センチ残しておき、これまでと同じように横糸を通していきます。最後まで通せたら針を縦糸のすぐ横に入れて1センチほど離れた場所から出します。ダーニングマッシュルームから生地を外し裏返します。長く渡っている糸をつまんで糸端を出します。針に糸端を通しステッチを2目ほど拾ってくぐらせます。先ほど拾ったステッチの糸を割るようにして2目ほど戻し際で糸を切ります。すべての糸端を同じように始末します。ダーニング部分ができました。くるみボタンの商品台紙に型紙がついています。これをハサミでカットして使います。型紙の中央の穴から見える部分が出来上がりのイメージになります。ダーニング部分をくるみボタンにどう配置するのかを決めます。位置を決めたら型紙の外側をペンでなぞり印をつけます。
印に沿って生地をカットします。縫い針に手縫い糸を通します。糸は一本取りで使い、玉結びをします。生地の5ミリ内側を一周並縫いします。生地を裏返し、くるみボタンのパーツを乗せて糸を引きます。糸が出ている場所の近くを小さくすくい、さらに糸を引いて絞ると糸が緩みにくくなります。糸が緩まないように気をつけながら玉留めをして糸を切ります。ブローチやヘアゴムにした時の上下を決めます。くるみボタンのパーツの突起が横に2つ並んでいますが、この突起に対してこのように上下が決まります。上下を決めたら、生地が動かないように押さえながら中のパーツを回転させ調整します。ブローチピンの開閉する方を左にしてパーツに差し込みます。ブローチピンの穴とくるみボタンのパーツの突起が合うように置きます。パーツに四角い突起が2つあるので、この部分をしっかり押してはめます。これでブローチの完成です。このパーツを生地でくるんだパーツの上に置きます。パーツの四角い突起をしっかり押してはめます。パーツのこの部分を指で立ち上げます。指でやりにくい場合は針などを使って軽く持ち上げてから指で立ち上げてください。今立ち上げた部分にこのようにヘアゴムを通し結びます。こうすると結び目がくるみボタンの裏側に来て目立たないのでおすすめです。余分なヘアゴムの端をカットします。ヘアゴムの完成です。今回は薄手のウール生地を使いましたが、薄手のデニム生地や手芸店で販売されているコットンのカットクロスなどでも作れます。皆さんもぜひ作ってみてください。